ちうん、ちダメだよサーリャ。お兄ちゃんと仲良くなりたいなら見てるだけじゃなくて話しかけないとだよ。後ろから見ているだけじゃダメなの？ちゃんと向かい合ってお話しした方が楽しいよ。あなたもそう思う？できれば顔を見ながら話したいかな。わかったわ。サーリャは呪術師のミラージュなの。ちょっと変わってるけど、魔法を使わせたら誰にも負けないんだから。キリアさんのミラージュだっけ？ええ、俺は青井いつき。よろしく。よろしく。俺の顔に何か？時々キリアがあなたの話をしてくるから少し気になっただけ。キリアさんは？期待しているわ。キリアを助けてあげて。あの子はたまに危なっかしいから。俺がキリアさんに助けられることならあるだろうけど、逆はあるのかな？頼んだから。あ、サーリャがあんなに話すなんて珍しいんだよ。お兄ちゃん普段はすごく無口なんだから。そうなんだ。うん、きっとサーリャもいつきお兄ちゃんに興味津々なんだと思う。これからも時々話しに来てあげてね。